何も良くないとかそういうことは言えないですよね。でもちょっとあの以前よりはこうネオンサインっていうのがすごく少なくなってきたかなとは思いますね。でも今またこう盛り上がってる感じも感じてます。ネオンをあの修行する前はやはりあの看板屋さんとかに勤めてたんですよ。その時にあのネオンなんかもいじったんですけど、やっぱりその時にビビッときたものがありまして、プラスネオンが好きっていうのでネオンラブですかね。若い頃から横浜のそういう街並みのネオンサインなんかにすごい憧れを持っていてました。あとアメリカなんかのカルチャーが好きなので、その辺でやっぱり看板とかネオン、それに興味を持って今に至りました。ネオンは好きですね。それだけです。What's